いやあ、切なケースだよ。今回はね、俺、実況歴6年半やっている中で初めての開封動画。あれ、初めてか？今回開封していきますのは、VTuber チップス。最近ね、俺、VTuber に興味あってね、それも有名どころというよりはさ、初めて1年経たない若手の VTuber と Twitter でよく絡むことが多くてね、興味あってね、今回 VTuber チップスって出とんで、これちょっとすごい興味本位っていう言い方もあれやだけど、開封していきたいなと思います。仕事帰りでね、たくさん買ってきましたね。ほらこんな感じでたくさん買ってきまして、S ロメロ、ロメロや。今回ね、あの VTuber の入っている種類っていうのが48種類。出ているキャラ、VTuber16組×レアリティ分けで3種類で48種類なんですよ。レアリティの内訳としてはですね、あの N と R と SR っていうのがありまして、 R がレア、SR がスーパーレアっていうのはまあ分かると思うんですけど、 N がですね、あのノーマルじゃなくてネタっていうレアリティなんですよ。つまりこの VTuber たちがさ、ふざけ倒しとるカードがあるってことです言ってみれば、そこはちょっと面白いね。今回俺が狙っとるカードはね、この未来あかりちゃんっていう女の子。この子ねみんな知っとると思うけどさ、おっぱいでかいんだよこの子がさ、おっぱいでかいんだよと、個人的にVTuber の中で特に動画見よる電脳少女シロちゃん、この子ね、あの地上波でやっているガリベンガー V っていう番組毎週見るんですけどね、すごいトークがうまいっていうかさ、割とボケがうまいっていうかさ、小峠さんに突っ込まれるところがすごい面白くて好きになったよな。とあと動画は見てないんやけど、見た目が好みっていう理由でね、このシズリン先輩もちょっと狙っております。ショートヘアに巨人は俺めっちゃ好みなんよね。この3人かな。さて開封していきたいと思いますが、これね、俺開封用に俺こんな感じでハサミ用意したんですけどね、いざ見てみるとこれ切り口あるよね結構そういう配慮されてるらしい。こういう内部もんかなと思っとった。まず一つ目、レアやな。あ、はい、あ、樋口楓で、ね、二次三次で、この子知っとるよ。なんか関西弁のイメージある子よな、確か二次三次の、確かトランペットが上手いんじゃなかったっけ。あんまよく知らんけど、裏面はこんな感じ。あ、こんな感じであれなんだ、情報乗っとんやな。高校2年生長身でスタイル抜群そうなんよな。割と胸も大きい、劇団に所属しとんじゃ。あ、本人は劇の役にはまるために学校でも役っぽく振る舞っていたが、素の自分に戻しづらくなった。あかっこいいよりかわいいと言われると照れる。ああ、かわいいって言われなさそうやもんな。言われ慣れてなさそうな感じやもんな、劇団とか。こんなんあるんじゃ。次に2つ目、いきまーす。あ、こっちから。あ、レアリティが見えるんやな。これ破ったらなんかちょうどいい感じにレアリティが見えるような感じになっとるな。この回もレアです。
はい、ひめひま、ひめひめ思い切り噛んだあ、この子もあの去年やいよったバーチャルさんは見ているで見たことあるな。左の子がすごいこまねちこまねちしようとレアやな。裏面はハイテンションな田中姫とクールで天然な鈴木ひなのバーチャルユニット、クオリティの高い MV が人気で VTuber 投稿動画の中で再生回数ナンバーワン動画を有する。アホなんじゃ。でもあれやな、バーチャルさんは見ているのエンディングもコンサリが歌いようもんな。人型ってよくないやけど、俺も相性の中でよく聞いてます。命人型あになってってやつやな。レアが続くな。割とネタレア、ネタカードあんま出んのかなこれ。これはあ、ネタじゃ。この頭はもしかして嫁みちゃん来たすごい顔してるやん、あんた VR チューバーよく似ているが2人はどう、ん、あ、これ、え、別人なんこれ左と右で別人だったんじゃんこれ。いや、これの 3D 版と 2D 版かなと思っとったわ、ヨメミの。あ、ヨミだ、これ、もう、萌えみで右。俺、ヨメミちゃんの方しか知らんかったんやけど、萌えみちゃんでもおるんじゃ。同一人物ではない。萌えみはとなる人物、とある人をベースにしたアンドロイドである。ヨメミは萌えみの1年前を再現した AI である。あ、ほんなんじゃ。あ、つまり、1年前現在ってことは、妊娠してる。あ、でも愛しの彼だからいっかみたいな感じか。妊娠物語なんじゃ。割と知ってる人が出てきたな。4枚目いきます。ネタきた。ネタででん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 、はいはい、あ、あああああ、この髪型はきた月の水戸。何喋ってんだお前。バーチャル界の規律を整える学級委員長。そうやな、そういうキャラやもんな。しっかり者でありたいと思うも、本来はそんな気質でないため、異常な頻度でボロを出す新しいことへの挑戦とインターネットが大好き。ボロを出すねそうやな、確かこの子とさ、ムカデ人間の話し始めたようなムカデ人間のことに関して語り始めた時があったって聞いたな俺もムカデ人間見たことあるだけに分かるんやけどさ、こんな女の子が語るような映画ではない。それにしても知っとる人が多くて助かるな。けどまだ推しが出てないんだよな。あと SR のカードも欲しい。やっぱり SR が欲しい。はい、レアじゃ。で、ね、これはゆ、ゆめずきろあ、ゆずきろあか、ゆずきろあ、あ、初めて、まだ1年経ってない人だ。人間にいたずらをするため魔界からやってきた13歳の悪魔。本人は一人前の悪魔のつもりだが、性格の良さゆえ結果的に人助けをしてしまい、いつも空回りしている。配信を通していたずらをしてやろうと企んでいる。ああ、なんだかんだ優しい子なんじゃ。オッドアイが可愛いね。封入確率っていうのが分からんけどさ、ちょっと SR が全く出ん可能性があるっていうのが怖いな。10袋じゃ、12袋じゃ足らんかったかな。はい、まだレア。レアの方は多いかな、 N よりも、ネタよりも。はい、出たー、電脳少女しろ。これはやな、髪型的に今はちょっとチャイナっぽい髪型になったんやけど、一つ前の髪型やな。いやー、エロいなそうか、2017年か、この子2017年デビュー。アイドルに憧れる VTuber、 FPS などの硬派なジャンルのゲーム実況をやってみた動画。得意の英語を生かした動画配信など多岐にわたって活動中この見た目でね、結構殺気だった顔をする女の子なんですね。俗に言う VTuber 四天王の一人と呼ばれている。うん、その頃から見ようやけどな。
この子ただ可愛いだけの役でさ、トーク力が高いんよな。なんていうかボキャブラリーが優れとるタイプの VTuber。 そろそろ SR 来てくれてもいいんやで。半分折り返しやで。おい、あ、まだレアじゃ。え、これネタよりもレアの方が多い感じなんかな。はい、時の空。ああ、時の空。歌とホラーゲームが大好きなバーチャルアイドル。夢は横浜アリーナで単独ライブをすること。メジャーデビューをした今は歌って踊れるトップアイドルを目指して日々挑戦し中。アイドルか。ごめんな、俺アイドルそんな興味ないんだ。 SR 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 レア。しかもこの髪型見たことある。この髪型見たことある。月の実と愛でした。シンプルな顔。裏目って一緒なんかな。あ、一緒じゃ。あ、レアリティが違っても別に裏面の情報欄は一緒なんだな。あ、まだレアで。レアばっかや。見てこれ、この枚数の比較よ。はい、あ、来た。でもシズリン、おいを狙っとった。シズリン先輩、ほんまこのいうショートヘア俺好きなんよな。ロングよりもショート、何もバンドとかで止めてないショートヘアが好きなんよな俺。ゲーム大好きお姉さんのシズリン、あ、静香凛、通称シズリン。文章の読み上げが得意だったり、リスナーさんと同じゲームで一緒に遊ぶのが大好きだったりする。今日もおつりん。あ、おつりん。てか浴衣姿で、なんかこっちの丸い画面の画像の方は。ちなみに月の見とと配信開始日ってどれぐらい違う？あれ、静香凛の方が先なんだよこれ。意外やな。残り3袋になります。もうちょっと SR1 万円ぐらい来てほしいんですけど。12袋ぐらい、12袋買ったらさ1万円ぐらい入ってほしいんやけどな。あ、来た。誰だ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 。おい、あれ、これこれは、わあ、未来あかり出た。俺のちょっと狙っとったやつの一つ。SR、すごい可愛い状態。すごい綺麗やな、これ、画像。ああ。ラミネ特有のもちょっとした、ちょっと曲がっとる感じがある。コーネ顔が見えるってことは、ほんまに SR なんですけど。未来あかり。チャンネル登録者数、75万人のバイタル YouTuber。頭の腸のリボンが特徴。記憶喪失で過去のことは不明。コミュニケーション能力が高く。趣味はエゴサーチ。そうじゃ、エゴサーの姫とか呼ばれよったのになかったっけ。そうか、チャンネル登録者75万超えとんやな。確かこの子ヤングマガジンの表紙のグラビアアイドル50人に1人で選ばれとんよな。唯一実写の人間じゃない VTuber が選べるだからな。それだけこの子はグラビア的なエロさを誇ります。よかった、最後の残り2枚残してもう SR 出たもんな。残りさ SR 出んでもとりあえずは安心できた。いきます、残り2枚。はい、レア。何が来る。はい、お前かー。はい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 、言いそう。てか言ってるわ。何気にこの VTuber チップスに出てくる唯一の男性。ラスト最後いい、なんかこれだけカードがあったらさ最後の最後にダブリが出てきそうな気がするんやけど。出るなよ出るなよ。 SR 出ろよ SR。 もうはい、あーレアかー、レア。待てよ、やめろよ。俺振りをした覚えはないんだけど。俺は振りをした覚え。はい、というわけで今回は SR1 枚、レアが9枚、ネタが2枚という結果になりました。もうちょい SR 欲しかったなっていうところがありますね。うん、けどこの未来あかりちゃんの
この可愛い寝顔のカードが手に入った時にもちょっと俺も満足か。これ確かね、販売あの在庫がなくなり次第生産終了みたいな話を聞いたんですよ。なんでね、もしかしたらもしコンビニでまだ売っているのを見たらもしかしたら買うかもしれません。ないかもしれませんが。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。今後も開封動画、たびたびやっていきたいと思いますので、リクエストあったらよろしくお願いします。では週明け